皆さんこんにちは、山田ホームズです。今回は通気性が良く開放的なハワイアンコテージをコンセプトに建てられた戸建てをご紹介します。ご自宅を建てるのが2回目ということで、前回実現できなかったこだわりを随所に詰め込んだという素敵なお宅です。ぜひ最後までご覧ください。今回のお家は敷地面積166坪、延べ床面積39坪の住宅で、敷地が非常に広く隣接する住宅がないため自由度が非常に高いお家です。カメラの後ろは現在空き地になっており、将来的にご主人の仕事場を建設する予定とのことです。住宅の外観は木目調が日派のカルナウッドで、ホワイトの石目調がシントアを採用したサイディングです。木と石のツートンでまとめているのがとてもおしゃれですよね。玄関は YKKAP のベナートを採用しました。サイディングのカラーとマッチしていますよね。採光用の曇りガラスと横にフィックス窓があることで、非常に明るい玄関を実現しています。スマートキーはオプションで追加できます。床は荒井窯業のセリフォスを採用しており、高級感とコストのバランスが良い仕様です。それでは玄関を入ってみましょう。玄関を入るとすぐ目の前にリビングが広がります。廊下を作らずに全てつながったお家にしたいという奥様のご要望で、個室以外は扉を設けない設計にしました。玄関とリビングを仕切る壁はトイレの目隠しとして設置しています。仕切り壁は大健工業のグラビオエッジブロックを採用しています。家全体を木目を基調としたデザインにしているので、アクセントとして石目調を採用しました。13畳のリビングは家族がくつろぐのにちょうど良い広さです。床、壁面、ソファーまでウッドデザインで統一した落ち着いたリビングですよね。床は大健工業のトリニティシリーズを採用しています。幅が広く、表面の質感と相まってリッチな雰囲気があります。壁面クロスは3月のフェイスシリーズを採用しています。13畳でも圧迫感がなく明るいのは、リビングの上が吹き抜けになっていて3方向から光を取り込んでいるからです。吹き抜け部の天井や梁も壁面と同じ3月のフェイスシリーズを採用していますので、ウッドデザインで統一された心地よい空間になっていますよね。少し玄関に戻ってみましょう。内玄関にシューズクローゼットと姿見を固定して設置しました。最近は玄関土間やシューズクロークなど収納力の高い設備が流行りではありますが、こちらの70足以上入る大容量のシューズクローゼットであれば、玄関からリビングのつながり、開放感のこだわりを満たしつつ十分に機能しますね。シューズクローゼットの裏は1階のトイレになります。トイレはリクシルのサティスシリーズを採用し、床は掃除のことを考えて大健工業のサニーフロア、エンペラドールを採用しました。アクセントクロスには3月のフェイスシリーズを採用し、奥様の好きなハワイアン調にしています。続いてリビングが見渡せるキッチンをご案内します。キッチンにつながるスペースはリビングからもつながる吹き抜けになっており、オープン階段のため圧迫感もなく、キッチンからリビングが見渡せますよね。キッチンとカップボードはクリナップのステディアを採用しました。気分が上がるので常に綺麗にしておきたいと奥様がおっしゃる棚のクロスは石目調にしており、統一したデザインで高級感があって素敵です。化粧パネルも全体デザインの石目柄で統一されています。ステディアのキッチンは前面にも引き出しがあり、カップボードと組み合わせた収納力は6人家族の食器が全て収まるほどです。特に見ていただきたい奥様のこだわりポイントはキッチンからの眺めです。
リビングが見渡せること。リビングまでのスペースも通路ではなく居住スペースのように使えること。この字型にレイアウトされたテラスが見渡せること。この3つを叶えるため、このような間取りになりました。キッチン脇のスペースは、お子様が大きくなったらダイニングテーブルを設置する予定だそうです。次に、どこからも見渡せるご自慢のテラスをご案内します。テラスの窓はフルオープンタイプで、YKKAP のエピソードネオンを採用しました。横幅は270センチ。オープン階段がある室内と段差なくつながることで、テラスが部屋の延長のように感じられ、体感で広さが増します。天気の良い日はテラスで過ごされることも多いようです。テラスから室内に戻ると、印象的なオープン階段があります。南海プライウッドのルニストを採用して、天板もウッドデザインで室内に馴染ませています。2階はお子様が使う子供部屋が3つありますが、廊下部分にスタディスペースを設けています。1階と吹き抜け部分でつながっているスペースは、どこにいても家族の気配を感じられる家としてこだわったそうです。2階のトイレもリクシルのベーシアシリーズを採用しています。アクセントクロスにはルノンのフレッシュプレミアムを採用し、1階とは違う雰囲気のハワイアン調にしています。3部屋ある子供部屋は、どれもクローゼット付きの5畳のお部屋です。あえて大きな子供部屋にしなかったのは、子供部屋だけで完結せず、リビングやスタディスペースで過ごしてもらいたいという思いからです。続いてバスルームをご案内します。キッチン脇にバスルームがある間取りは珍しいのですが、水回りを1箇所にまとめることで、給排水工事の費用を抑えることができるメリットがあります。洗面台は、アイカ工業のスタイリッシュカウンターを採用しています。お子様が多いので、リネンスペースには広めの造作棚を作りました。あえて扉はつけず、カゴで統一することで、散らからず、すっきりと見せる収納を実践されています。それでは、バスルームをご案内します。バスルームもウッドデザインのパネルを採用しています。浴室でも木の温かみを感じたいというこだわりが素敵ですね。ハウステックのシステムバスルームフェリテを採用しており、水はけの良さと掃除のしやすさを兼ね備えています。バスルームの隣が主寝室です。こちらには8畳の寝室と2畳の書斎スペース、ファミリークローゼットがあります。現在お子様がまだ小さいので、もう少し成長し自分の部屋が必要になるタイミングまでは、こちらで家族全員で寝られるそうです。書斎のテーブルは造作で作っています。窓が小さめですが、隣接する家もないので程よく採光が取れています。また、書斎を使われるタイミングは、ご主人が仕事から帰宅後の夜がほとんどなので、あまり気にならず、寝室として目隠しがされていてちょうど良いそうです。こちらは3畳のファミリークローゼットです。たっぷり5メートルもあるハンガーラックは、ご夫婦の他に、まだ小さいお子様の洋服をすべて収納しても十分すぎる収納力を持っています。いかがでしたでしょうか。こちらのお家のご案内は以上です。今回は通気性が良く開放的なハワイアンコテージをコンセプトに建てられた戸建てをご紹介しました。最後まで見てくださった方、ありがとうございます。高評価とチャンネル登録をお願いいたします。山田ホームズでは、間取りにこだわった設計で、
標準設備でも快適で楽しい理想の住まいを作るお手伝いをしています。全国の展示場にて相談会を行っております。会場予約はホームページおよび LINE からも受け付けていますので、ぜひご来場ください。また概要欄にある各 SNS からはお得なキャンペーン情報も配信していますので、この機会にぜひご登録をお願いいたします。また他の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。